はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は明鏡高校で、サンタサナちゃんを使ってやっていきたいと思います。で、デッキはこんな感じです。サンタサナちゃんですね。テーブルの方はどうなってんだっけ。まあ、とりあえずこんな感じ。精神ボーナスがついて、技術ボーナスがついて、で、選手権彼女キャラ系なんで、上限解放はイベントボーナスの、パーセンテージが増えていく、ところですね。で、コツに関しては打たれ強さと低めだけで、変化っていうかその変わりはないですと。で、明鏡高校なんでマグロくんを入れて、で、二刀流ルナちゃんは一応ですね、あの二股にならないようにルナちゃんとサナちゃんを入れてるみたいな、そんな感じで、アーサーくんをお借りして、まともと、虹谷、まあ、これでやっていきたいと思います。じゃあコツの方を踏みつつ、サナちゃんの評価を上げていきますか。まあ、まとものコツはね、早めに回収しておきたいというか、まあまあまあ練習だったら全然いい。まともの場合はね、本当にどっちかっていうと練習の方がいいんで、あとツイッターとかね、ちょっと、見てると結構しらす高校でね、さなちゃんを入れてやっている人とかが多いんで、まあ、しらすもありなのかな、ちょっと分かんない。これどうしようかな。コツか、まあ、紫はね結構いけるはず、この編成からして。で、サナちゃんだな。ちょっとサナちゃんの評価を上げていこう。で、サナちゃん、まあサンタバージョンなんで、クリスマスイベント的なものが追加されてる感じみたいなんですけど、いや、ちなみに使うの初めてで、まだその掴んでないんですけど、特徴を。11月の1週から12月の3週の間に一緒に練習するとイベントが発生するみたいなことが書いてあるんですよね。ちょっと待って、これやりてえな。 14% か。強行したいな。やろう。よし、ピューンってならなければ大丈夫。自己紹介、これ回復するんだっけ。しないね。技術か。あ、アーサーどうしよっかな。球速が上がってればまたチャレンジしてみる。エクスカリバーに。エクスカリバーはまだ誰も取ってないかんな、俺の中の選手では。さて、ここは守備か。ちょっと 31% はさすがに無理だな。次精神とかで揃ってくれると嬉しいね。おすすめの、うん、これどっちが安定なんだっけ。安定してる方をやりたい。成功失敗のないやつね。上か。あ、しまった、下にしちった。危ねえ結構経験ってもらえたな。やった。サナサナサナ。あー、守備か。一回まあやっとく。敏捷ポイント必要なものないよね。あー、でも虹谷のキレとかか。モテモテはこれいらないからね。で、残り3ターンか。メンタルやりつつ揃えればいいけど、よし、やろう。回復して2回練習するっていうのもありかもしんないけど、これどうする。コンボか。コンボも内容ちょっと忘れちゃったな。ちょっと見てみます、内容を。ルナちゃんとのコンボでしょ。2人とも手伝ってよ。特に彼女になってない時は。ああ、なるほどね。いいやつか。いいやつか。悪くないな。まだ9月だからね。よし、で、逃げ玉もゲットと。あ、これ揃うね。で、メンタルやって回復しつつ揃うってことは完全回復するね、これで。いや、するか微妙な量だな。あ、
あ、しかも縛り。これどうしよう。笑いだな。ちょっと打球反応、そうか、打球反応で使うのか。まあ、ルナちゃんのねコツがあるんで、先制ストライク。ここの星1の演奏はもう多分両方は使わないからコツだな。よしで、コントロール。ちょっとサナちゃんは4まで上げなきゃいけないんだっけ。なんか怖えな。4まで上げとこう。ちょっと何にも音符がないけど、まだ1のあれなんで。選手権彼女キャラってちょっと上がりにくいんだっけ。これは進めていきましょう。サナ、あー、虹谷のコツはマジで掴みたい。コツを掴めるときに掴んでおく。とりあえず脱散で、まとも、これは体力を回復しよう。おごってあげるよ。いいね、まとものね、このイベントは本当にいい。マクロちゃんがいるのか。ルナのコツはいいや、ちょっと放っておいて1個揃えよう。まともは帝王実業か。激闘大師だった、間違えちゃった。帝王実業ぶっさんだ。でここは回復させて、さて、虹谷がいるのか、サナちゃんか。いやー、虹谷コツ美味しいけどな。もう10月か。コツで評価上げられるからね。サナ、今回はもうサンタを使うっていう名目なんで。で、打たれ強さ、北雪。あ、いいね、北雪。二刀流の高み、まあ、二刀流しましょう。あ、ピンショくれんだっけ。もうあんまり二刀流ルナちゃんも使ってないからな。あ、虹谷コツ回収しておこう。夏さんはじゃあもう通る。で、打たれ強さはまだアーサーとかがくれるからね。まあ、監督許可も上げられるんでいいでしょう。臨床ポイントがちょいと溜まりつつあるね。よし、コンコツで、ここはもうダッツさんが掴んであるんで、とりあえずはドクター K の方向でいきますか。ここ体力減るんだよね。その代わり打たれ強さは取れますと。 20% か。まあいいや、ちょっとこっちだな。虹谷君、ここはもう揃えられないね、しょうがない。よし、コンコツも5までいったし、全然バンバン剤だな。からの虹谷か、ダブルタックか。これはもうここだな。これでキレが回収できれば OK なんだけど。で、ルナちゃんはパワフル13。よし、キレもつかみましたと。虹谷回収早かったな。回収できないときマジでなかなか回収できないからな。打たれ強さもう取っちゃおう。呼んでいいよ。打球反応いいか。敏捷あるしね、取ろう。さて、そこから 26% は無理だから、最後は寝る。寝て次に備えましょうと。さて、そこから北雪。ここはね、北雪やりたい。頼む、イベント発生率かな、確率悪いよな、経験点アップ。で、12月、なんかサナちゃんと練習するっぽい。なんかある？全然なんかよくわかんねえんだけど。で、彼女になってない時はなんか彼女になるかもしんないみたいなことも書いてあるんだよね。ちょっとイベント起きるまでやってみる。さっきのコツとかもったいなかったけどね。あ、ちょっと待ってね。ここはサンタのバイトしてんのか。クリスマス限定の福袋。福袋ってさ、何？お正月が混ざってんじゃん。
ちょっと待って、サンタ用の選択肢が出るのかな、見てみよう。彼女になっていない場合アルバイトです。あ、違う違う違う、これはあれか、クリスマスの時か。星4以下でも発生、イベント枠を消費しない、後イベを発生することがあります。だからイベント枠ではないってことだよね。で、練習後に発生しないこともあります。え、3回目とかあんの？ちょっとわかんない、まあいいや、見てみよう。気になる中身、これはちっちゃいハート。あ、何これ、ラブパワーが発動した。そうなんだ。で、経験点がもらえて、火消しもらえるの。なるほどね。太陽、ランダムっぽいな。ででで、ちょっと待ってね、ここはマグロくん回収しておくか、楽譜を。で、今って別に彼女になってないじゃないですか。ちょっとしらすのテーマゲットして、あ、ちょうど来た。わかんねえ。デートならいいよと。デートイベント、お、クリスマス。まあいろいろあって、サンタの格好してもらって、この日のため、理想のクリスマスを過ごすため。ああ、なるほどね。で、体力回復の筋力、技術変化、精神、すっげえもらえんな。で、対左で伸び、なるほどなるほど、そんな感じか。で、メンタルやろう。遅い。で、パワフル。だからここでさっき北節のイベント経験点アップが発動してたら、さらに経験点もらえたってことでしょ。大凶ひどすぎる。まあいいや、しかも大凶下がるんだね。大凶で何にも下がらないパターンもあるからね、彼女によっては。天空中央ゲットと。おい、危ねえ、超やる気がない。やる気上がらない。ちょ待って、やる気がなさすぎる。スタミナはあんまり経験点的にやる気は関係なさそうだからね。監督とかもう一回開けとこう。よし。で、矢部くん、ま、敏捷ポイント必要かって言われたらちょっとあれだけど、一応回収できるときに敏捷ポイント回収しておこう。なんかね、コツとかでいいのが手に入るかもしれない。虹谷か、ってか技術ポイント余ってんだ。ちょっと箱をCまで開けとこう、とりあえず。で、スタミナも一回Cまで開けて、これはあと練習で上げていく。ちょっと待ってね、あんまりいいあれがないね。ここはデートしよう。今のうちにデートを進めておこう。ちょっと北節のね、イベント経験点が発生しなかったんで、やる気は上がらない。ラスト、マグロか。マグロやっぱ美味しいっけ。アーサーとかまだ溜まってねえじゃん、評価が。よし、逃げ玉、これで逃げ玉5になったのか。2で回収しといてもよかったね。ちょっとやる気上がった。さて、演奏はどうしようか。そろそろ金徳関係とかも狙いに行きたいけど、キレか。天空中央で変化球ポイント稼ぎたかったんだよね。ミスターゼロ、ちょっと待ってね、最初でいけるかどうか。音符は緑緑青青、緑緑青青ない。ちょ、置いとこう。低めか、これ回収しときたいんだよね。あー、アンドロメダも手に入れたのか、結構悩むな。低め回収しよう。まあ、サナちゃんがくれるかもしれないけど、ここちょっとスタミナが
割と来てるね、まあ、2人いるからね。パワフル13で、こいつはコツをくれない。ストレートを磨いてもらおうか。で、バレンタインですと。お、くれるね、経験点。こんなにくれたっけ、なんかわかんねえ。コツを狙いに行くか、回復かって言われたら回復しながらだな。まともはもう、ちょっと敏捷があるんで、そんなにコツを狙いに行かなくて大丈夫だな。って撃たれてしまったけど、いいや。これどれがいいんだっけ。ダメよ、し、体力最大値ちょっとアップからの、またメンタルがいけんね。サナちゃんか、低めもらえそうだな。ここは、いや、ここしよう。精神ポイント、コツはくれなかった。やる気が下がった。今やる気厳しいんだって。だからスカウト再評価上げとくか。メンタルとか上がらないからね、ピッチャーだから。あ、これは美味しいね。なかなかやる気が気になるね。ちょっとま、頑張ってくれ。ここを通過してくれれば OK。 コツ虹谷がある。あー、でもこれはダブルタックだね。え、本当に40何ポイントもらえるんだよね。いや、ここにしよう。若干変化球ポイントどうだろう。これは持続する気力にして復活を取ると。お、技術精神結構足りてるな。変化球どうしよう。2球種伸ばしていくか、とりあえず。いや、でも先発だからやっぱ3球種欲しいんだよな。筋力そこまでいかないか。じゃあカーブ、毎回似たような感じだけどね。カーブ、フォークからの、あ、ここ結構揃ってるね。マグロのコツもあるのか。まあ、もらっとこう。よし、無玉。かなでちゃんが体力を回復してくれるんだっけ、いっぱい。よし、やる気も回復 OK。 急速ないからな、無理だな。これは意外な戦い方をしますか。これで変幻自在ですね。緩急が取れないのか。お、ちょうどいい感じだな。悪くない悪くない。ただこれね、マジでデートが進まないからね。もう4月1週か。ちょっとデートが厳しいね。で、しらすちょっともう行こう。ないかもしんないけど、一旦目で。うん、あー、音符だな。ちょっとここは音符優先。ルナちゃんが全然コツ来てないのか。ど根性。んー、まあ伊野尾くんと一緒に曲を作ろう。アンドロメダ結構経験点くれんな。で、ここも美味しいんだけど、ちょっと回復しつつ音符を揃えることを最優先にしたい。ここは、まあ、タック組みながらだね。ちょっと待ってね、本当にさ、技術とさ、精神あるんだけど。いいか、 A まで持ってっちゃおうか、とりあえず。いいね。あ、ここか。そう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 、これ上でポーカーフェイス最大まで掴んで回復しつつの、しつつの、どうする。スタミナもな、いいんだよな結構。技術精神すげえもらえんね、やっぱり。アーサーか、筋力
伸びてないからな、球速が。ちょっといけるとこまでいく。例によって144、これが C。 球速やっぱいってないからもらおう。球速コツをもらえるかもしんないし、まあこうだよね。知ってた。アーサーは本当にこう作れない。うわ、メンタルに何にも来てない、メンタルに何にも来てないの厳しいな。ね、ここはコツがあるんだけど、ここだな。これで次メンタルで揃えられればバンバン剤だけど、よし、これは回復しよう。無理はさせない。ちょっとでも練習の可能性を上げる。これはまだ体力的に 0% じゃないと思うんだけど、最悪強行できる可能性があるからね。リリーフか。まあいいや、やろう。で、で、スタミナに振ってる筋力量がないからね。3球種目覚えたいね。ここは試合が終われば3球種目の経験点が手に入るかな。あとはデートよ。だ、全然進んでないデート。この楽譜が終わったらちょっともうデート中心でいこう。今だってもう5月でしょ。次はもう揃えるのは前提じゃなくて、揃わない前提だな。二刀流の高みへ。これ減るんだっけ、体力。減った、やっぱり。ここで減らされるか。ちょっと待って。いやー、ここ揃えとかないと無理だの。え、30%。サナちゃん、デートで回復するんだっけ。いや、これは揃わないな。無理だな。体力回復するね。これ なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。ルナ二刀流のイベント、わかんない。ルナ二刀流、ちょっと待ってくださいね。すぐパパパッと調べちゃうんで。投手、ちょっと待って、あ、引き死人か。引き死人はさすがにいらないから勇猛果敢の方を取りたい。勇猛果敢を取るためにはそれでも二刀流、そうか、それでも二刀流か。よし、成功した。ん、待って、またピンショーポイント手に入ったな。ん、割とピンショーポイントがはけるね。これはここで3が揃ってこの楽譜は終わりだな。よし、メンタルで。え、すげえな、超手に入るけど、ちょっと大丈夫か。ど根性直取りするか。もうコントロール分のものもあるからね。もうだって A まで上がってるから大丈夫っしょ。よし、ちょっと直取りしよう。ど根性228、まあ楽勝だな。ドクター K も取っちゃおう。待ってね、逃げ玉、勝ち運も一緒直取りして、復活はもう取るしかないもんね。筋力だな、やっぱり足んないのは。で、ここはもう揃える前提じゃなくて、なんか足りないやつ、筋力か、筋力技術、筋力ドカッと入ってくるのが欲しいんだけど、そうすると暁台なんだよね多分。ただ暁台は試合経験点ボーナスがあるから、これは試合用に置いておきたい。これ多分どっちかっていうと技術なんだよね。筋力技術か。アンドロメダ、まともは何がくれるのこれ。まあいいや、これにしとこう。どうせ揃わないんだからいいや。で、ちょっと待ってね、1回で揃うときはやる。いや、これはやるでしょ、普通に。で、揃わないときはデートをする。で、これ揃ってないから、いや、これもなかなかいいけど、そうするともうマジでデートが進まないから、デートする。
ってカップルコース、ここら辺のイベントの内容的なものは変わってない。また敏将手に入れた。ちょっと待って、この編成敏将すげえな。敏将いらねえんだけど、ちょっと待ってね。で残り2回でしょ。あ、残り2回か。じゃあ揃えつついくか。ここで揃ったら練習、揃わなかったらデートで、体力は減らしていいな。デートを中心にやるからどう？揃うね。また守備連開。あ、でもアーサーがいるな。もらっとこう。経験点を、はい、経験点ですと。でここは絶対デート、ほいほいと。で5回目が変わるはずだから、こういうパターンは。あ、タリドさんここでももらえるのか。まあまあまあ別にいいでしょう。で、まあ、操作していきましょう。経験点に走るわけではなく、ちょっと待ってね。 S いけんな、これコントロール S で変化球3球種目を取るから、ちょっと珍しいの取る。サークルチェンジ、サークルチェンジとかあんま好きじゃないんだけどな。まあ、やっぱり筋力不足にはなるかな。スタミナがね、2人いるからってか俺かいある程度いくかなとは思ったけど、まあ、スタミナにね振らなくていい分そこは楽なんだけど、やっぱり純粋たる球速キャラが1人いないとちょっと球速伸ばそうとするときついよね。いや、まあ虹谷もねタックのパーセンテージとしては高いからいいんだけど、ひどれみちゃん持ってけますと。大越くん、大越くんもね悪いキャラじゃないんだけどね、もう一つパンチが欲しいよね。まとも杖、あれこれってさ大丈夫まだ。あ、ギリギリ大丈夫だった。やっぱ投げ切らないといけないからね9回を。さて、ではではでは、メンタル2つ。いやー、なんか全然揃わねえな、全然揃わないからデートしよう。でここで終わらす。ちょっと待って、ほいほいほい。メダルゲームでもしますかと。ツーショットでプリントシール取りたいですと。男性入場禁止。あ、そういうとこあるんだよね今。カップルなら OK。 コスプレ衣装、お、いいねいいね。コスプレは好きだからな俺も。まあ知ってたサンタで来ることは知ってた。撮った写真に落書きできる。落書きっていうの俺の頭に角が。ちょっと書き足したいな。何を書き足すの。それはプレゼントヒゲ。ちょっと待ってわからん。デートの5回目でしょ。ここで金徳が決まるんだよね。ちょっと待ってね。デートの5回目、プレゼントでジャストフィット、ヒゲで街道。ちょっと街道はもう伸びコツがないから無理だから、そもそも筋力ポイントがないんでジャストフィットにしときますか。プレゼント、サンタさんならプレゼント持ってなきゃ。胸元にリボン、プレゼント書き加えてみた。いいな、超羨ましい俺もそういうプレイがしたい。筋力ポイントちょっとくれんね。でジャストフィットかなりつかみました。これ一応1か3なんで今回はうまくつかめたっていう感じですね。ね、どうしようかな。もうこれ揃わないよね。赤さんはきついんだよね。赤さんきついから普通に経験点狙ってこう。また遅い。
場か。ちょっと打つ立場になると嫌だよな。で444が限界かな今のところ。でタイピン1個直取りするじゃあ、ほい。対左もせっかくもらったから1個もらっておきますか。伸びはきついよね。変幻自在用の、そうか、変化球も残しとかなきゃいけないのか。コツは変幻自在緩急っていたっけ、ちょっとわかんねえな。ルナちゃんなったっけ。もう割と久々で、まずこいつ、あ、タイピン持ってんだ。まあいいや、まだ1だからね。掴んだのはジャイロボール打球班の根性。アーサーはもう組んないよマジで。こいつも改造持ってるけどね。でまともはないから緩急系のコツがないんだな。お待たせいたしました。げ、3点取られてる。ちょっと待って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 、終わりそう。最後これをうまくつなげなくては。ノーアウトランナー2塁という場面でパッとり名強一生ノーアウトか。よし、ヒットでつなげていかなきゃ。ハートラックとかなんでこいつ持ってんだよ。なおもチャンスが続いています。うまく爆速を捉える。よし、ポテン、これで1点ずつ返していく。シドレミちゃんでも狙える。いや、アベレージヒッターだからな、無理はしない。よし、オッケーオッケー。大声くん、あれ、じゃあ矢部くん、シドレミくん、シドレミくんとか言っちゃったけど、シドレミちゃん3番かと思ったら、いや、ちょっと待って、矢部どうする。第3球を投げました。よし、いや、これはいけるな。大声お前にかけるぞ俺は。第1球投げました。オッケー。いや、あぶねえ。これは奇跡の試合だったな。いや、その現実だったらね。最後全然打てねえ、最初に3点取られて全然打てねえってなって怒涛の9回。キバにとっては悪夢だな、これ一生のトラウマになるぞ。すまんなキバ、俺は甲子園行きたいんだ。まだまだ経験点は欲しい。サナちゃんのデートを終わらせたからといって終わりにはしない。ちょっともう曲変えよう。では暁大付属でいきますか。ほい、試合経験点が出ればいいかな。スタミナでちょっとでも稼ぐか。スタミナ6。いや、直上げってすごいよね、こう考えると。まあ、確かに経験点っていうところで考えると経験点にはならないんだけど、まあ、能力的にはね、経験点に換算するとかなりのものだから。なんかさ、そうするとテーブルでさ、なんか例えば守備伝一緒にやると守備直上げみたいなテーブルがあっても面白そうだと思うんだけど、どうですかねっていう。スタミナみたいにさ、であんまり上げすぎるとね、あの5とか上がっちゃうとさすがにやりすぎだから、まあ、1か2とか。さて、友澤、あ、ちょっと伸びが足んなかったら、まあ犠牲フライにはなったか。ちょ、取られんなこいつ。何がいけない、俺の能力の何がいけないんだ。矢部はもう狙っていく。え、ちょっと待って、少し泳いでしまった。結構厳しい試合が続くな。鉄砲塚の間に打ち崩しておきたいんだよな。やる気があるから、そう、結構いけるはず。あと2点か、小出。また出たハードラックの小出くん。しかしハードラックをものともしない。しどれみちゃんも狙っていこう。ノーアウトだからね、犠牲フライが出て同点だし最悪ね。さあ次の投球、オッケーオッケーオッケー。また例によって矢部君から大声君につないでいく。ここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球投げた、打った、宇宙間へ上がった、ワンバウンド。いいねいいね、矢部君も大活躍。第9
ここで引導を渡すか。じゃあ第2球投げた、さよなら。打ちました、痛烈センター。マグロが頑張ってんな。俺のこの自責点は何なの。自責点4。ちょっときついねこれは。いや無理だよ、なかなかいい練習ではあるんだけどな。メンタルっていけるか、次練習無理だな。無難に寝ておこう。でブンブブンブも嫌いで、ちょっと先に変幻自在ゲットして、ジャストフィットってユーモカかも使うのか。ジャストフィットは使わない。なんか最後にコツとかってもらえんの、そのエピローグ的なところで。あ、伸びコツがもらえんのか。伸びコツがもらえるんですね。ってことはジャストフィットもくんないか。よし、これで取っちゃおう。でも感覚的にはサンタサナちゃん結構いい気がする。お待たせいたしました。イベント経験点とか上がってる、わかんないけど。そもそものサナちゃんがどういう経験点してたか覚えてないからな。ルナちゃんとかだったらねすげえ使ってるから違いが出ればわかるんだけど、サナちゃん頻繁に使うキャラじゃないんで。ちょっと待って、追い込まれてしまった。なんだかんだで、ね、5球目打った点、よしヒット、メントを追いつけました。1対1。第9、毎回なんか早い段階で点を入れられてんな俺は。投げた、これ入ってくるね。2球目ストライク、まあまあまあ見ましょう。ストライク、バッター追い込まれました。第4球は打ちました、いい当たり、取りました。前進守備になってる。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。投げました。ボール。歯は G だからな。第2球投げました。じゃしょうがないんだけど。打った、流し打ち。よし、いいね。一気にホームイン。メイコン一点リードに変わりました。第9投げました。ボール。しのべみちゃんなんでこんなやる気がないの。投げました。打ったに当たりだ。二遊間ランナー破っていった。メイコンさらに1点追加。ツーアウトランナー一塁三塁となりました。やべ。あ、これは正面にはいかないか。よしよしよし。で、大越くん。大越くんは本当に試合で超使える。第2球投げました。ほい。こいつはもうドラフト1位だな。大越。俺失点しまくってるからな。ドラ1には大越に持ってかれそうだ。いやでも大越くんは俺と違うチームに行けば同じドラフト1位で終了しそう。どうしようかな、マグロいるしスタミナ上げとこう。これスタミナ A にはなるよね。変化球見てなかったけどさ、何があったか。伸び、あ、いいね。あれなんだ、円卓の話は全然なかったんだけど。おーで終わったんだけど、あ、アーサーがこっちにいるからだ。嫌味を言ってくるアーサーくんが今円卓にいないからすぐイベントが終わっちゃったんだ。お待たせいたしました。ただにまた1点になってる。何なのこいつ。さあ同点のチャンスを迎えました。ちょっと見てみよう。ランあ、ランスがいきなり投げてんのか。ランス、違う、ランスロットとランスって別物なの。知らなかった。俺てっきりさ、このランスがモブキャラからランスロットに昇格したのかと思ったら別人なんだ。いや確かにその球速とかさ、そもそも変化球が違うからさ、そうなんだけど、言われれば別なんだけど、これは初の事実だな。いやシュレーター他強いかな、ガラハドとかさ。なんで敵で出てくるとさこんなに強いの。ダンスロットはね俺嫌いなんだよね。普通に打ちづらい。ランスの強化版みたいな感じだからさ、超やだ。こいつも暴れ玉持ってんの、そうだったっけ。
次は5球目でランサロットはね守備練習なんですけど、ただねやっぱ手に入れてはおきたいよね。超粘ってんだ。第7球を投げた。ダメだ。痛烈な当たり、アウト。また打たれた数が半端ねえな。被安打いくつ、被安打13とかだったよね最終的に。そして結局ランスロットを打ち崩すことはできなかった。で、まあ一応見ときますか。これは一緒か。経験点ゲットしての伸び、伸び5になったでくれますと。先制ストライク、また敏捷ポイントくれたよ。これちょっと敏捷をさばく、まあ8100 それなりですね。敏捷をさばく金徳を入れてもいいね。ちょっと待って、伸びせっかくじゃあ掴んだから取っておいて、ポーカーフェイスは例によってまあいらない。ちょっと取らなきゃいけないのが勇猛果敢からの先制ストライクも安いからもらっとこう。あ、縛りね。伊能入れるか。そうすると金縛りって敏捷いくつだっけ、誰と変える。虹谷か、まともルナちゃん変えちゃう。だってまあ いや、ちょっと悩むのは後でしよう。せっかくだからじゃあ縛りも取る。ジャストピッターさっき取ったから大丈夫でしょ。で、あとじゃあ余ってるのは変化球対抗心取るか。変化球1上げられる。カーブは上げられるね。カーブは上げられるけど第2球種取っておくか。技術もそれなりにあるから、じゃあムービングファストにしておいて、そこから手応えを、手応えじゃなくてなんだっけ、あの使うやつ110くらい使うやつ、あ、手応えでいいのか。手応えを取りたい。これで割とさばいて、でこうでしょ。のスタミナをじゃあせっかくだから A にしておいて、球速がやっぱ伸びなかったな。敏捷、ちょっと待って、敏捷どうするよこれ。クイック、技術が足んなくなるのか。ちょっと球速一回外して、あー足りね、なんか外す。いやいいや、もう敏捷余っちゃうけどしょうがない。で経験点的に速球対抗心ポーカーフェイスはマジでちょっとなくていい。ちょいちょい、やった40になったっていうそれだけ。これ上げられんな。やった D になった。ほいほいほい、うん、さばき方的には悪くない。意味があるのかはまた謎だけども。というわけで、まあ、サンタサナちゃんね、いいと思います。まあ、編成によってはかなり使いやすいキャラに、なるんじゃないかなという印象ですね。まあ、取っといてよかったかな結構ねガチャきつかったんですけど、さすがにきつかったんですけど、まあ、持っておいていい、キャラだとは思います。まあ、そんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。